1870年サウスカロライナ州知事選挙結果、スコットが65%以上を、得票スコットが60%から64%以上を、得票スコットが55%から59%を、得票スコットが50%から54%を、得票カーペンターが50%から54%を、得票カーペンターが55%から59%を、 得票カーペンターが60%から64%を、得票カーペンターが65%以上を、得票1870年のサウスカロライナ州知事、選挙は、1870年10月10日に実施された、公選による、サウスカロライナ州知事の選出選挙である。この選挙では、現職の共和党候補、ロバート・キングストーン・スコットが、 連合改革党のリチャード・カーペンターを大差で下し、再選を果たした。共和党の急進派は、1868年に、スコットが州知事になってから始まった汚職問題を指摘し、改革を訴えた。州の白人はスコットに不満を感じていたが、対立政党となるべき、民主党は徹底した白人優越論で失敗し、 州知事選挙の準備すらできない状態であった。そのため1870年の州知事選挙に向けて、サウスカロライナ州の白人は、現行の共和党の政策に反対するための新たな、政党設立を呼びかけ、連合改革党を結成した。連合改革党は1870年6月15日に、知事と副知事の候補を選出するため、サウスカロライナ州コロンビアにおいて、 党大会を開催した。そして、党大会において、連合改革党は、チャールストンの裁判官、リチャード・カーペンターを知事候補に、党大会の議長マシュー・バトラーを副知事候補として、擁立した。共和党は1870年7月26日と7月27日に、党大会を開催し、現職のロバート・キングストン・スコットを満場一致で、擁立することを決定した。 共和党は選挙において土地を所有しない南部出身者に対して市民権を与えること、公有地の一般への売却を議会に要請することの2点を公約として掲げた。1870年サウスカロライナ州知事選挙、結果の一般投票は10月10日に実施された。結果は共和党のロバート・キングストーン・スコットが 連合会革党のリチャード・カーペンターを大差で破り、州知事再選を果たした。スコットは特に黒人から大きな指示を受けた。ありがとうございます。